第19装甲敵弾兵旅団、ミュンスターラントは、ドイツ連邦陸軍の旅団の一つ。第7装甲士団霊下にあって、旅団司令部をアーレンに置き、旅団霊下部隊は、ミュンスター行政管区一帯に駐屯していた。旅団は、連邦国防担当大臣発令による、編成命令第214号に基づき1959年2月27日から3月1日に、かけて、 第三軍団内にて、ミュンスター藩で編成準備を実行し1959年7月1日にアーレンに移転する。ブーズラガー断尺化の元資産、いわゆるヘッゼナーブッシュの跡地にベスト・ファーレン兵園が完成する。1960年に最初の戦闘射撃訓練がベルゲンー音にて実施される。1961年に第203装甲敵弾兵大隊が編入する。 第190防空中隊は1962年4月1日に旅団から離脱し、ミュンスター藩に所在した第7防空大隊に配転され同大隊の第2中隊となる。1962年、旅団は北大西洋条約機構の指揮系統に結合され、同年4月16日には第194戦車大隊に M48 戦車が配備される。 同じ年に発生したキューバ危機に基づき10月にフランスのシャロンアン・シャンパーニュにあるムルムロン演習場に配置される。事態は10月27日に早期解決した。1963年にはイギリスのウェールズにあるキャッスル・マーティン・陸軍訓練区域に演習のため遠征している。1964年にはアーレンのリンデン運動場にて1 2 0人の観客の前で 旅団長就任先制式が挙行される。1966年に、フランスのラクルティーヌ戦闘訓練場に滞在する。1967年7月1日、第194戦車大隊に、レオパルト1戦車が、第195装甲砲兵大隊には、M192-155mm 自走榴弾砲の配備が開始される。1968年には、 オストエンネンでの洪水災害で出動する。1969年に、クロッサー・ロゼルスプリュンク演習に参加する。陸軍、第2次編成期の旅団霊下部隊は、以下の通りであった。1970年、第192総攻的団兵大隊は、第441両兵大隊及び第44両兵連隊に改編され、第15強度防衛団霊下となる。 1971年に、イギリス軍主導のキーストーン演習に参加し、同年に、第190特殊武器防護中隊が第7特殊武器防護中隊に改編されるも旅団に残置する。1972年、第191装甲敵弾兵大隊と、第193装甲砲兵大隊に、マルダー不評戦闘車が装備される。1973年に、 第196補給大隊は解体され旅団直轄部隊として整備中隊と補給中隊に分かれる。第190装甲偵察小隊は旅団独立部隊となる。1975年には欧州連合軍最高司令官のアレクサンダー・ヘイグ、米陸軍大将が旅団部隊が所在するテルクテを訪問する。 1976年から1977年にかけては、舞台実験のために、第191総攻的弾兵大隊は、第20総攻旅団に提供される。1977年に、第193総攻的弾兵大隊と、第194総攻的弾兵大隊は、カナダマニトバ州に所在する、白ドイツ陸軍訓練施設の演習場で訓練を実施した。 1980年に陸軍第四次編成での再編成枠組みで部隊解消が行われ、再び第191総攻撃弾兵大隊が第192総攻撃弾兵大隊となる。陸軍第四次編成期の冷化部隊は以下の通りであった。1989年に旅団は愛称ミュンスターラントが与えられた。1994年に 第19総合的弾兵旅団は短期間ながら第1総合師団霊下に編成開始、1996年に再び第7総合師団霊下に復帰する。2002年8月末に第19総合的弾兵旅団は解体する。ありがとうございます。